三条市立図書館は、新潟県三条市が図書館法第10条、三条市立図書館条例に基づき設置する公立図書館である。三条市内に3つの常設図書館と2つの分室を有する。1920年10月、町会の議決を受けて、旧三条人条高等小学校の一室で開館したのが図書館の始まりとされている。 現在の本館は1983年に開館した。なお、2022年度教養開始を目途に、旧三条小学校跡地への移転が計画されており、図書館と単やミュージアム、科学教育センターの3つの機能を備える、図書館等複合施設として、熊健吾による設計が行われている。栄文館では2014年度より、目指せ。 仕掛け絵本日本一プロジェクトが行われていることが特筆される。なお、2008年4月から指定管理者制度が導入され、三条市歴史民族、産業資料館とともに図書館流通センターが指定管理者として運営している。感学の里分室、ひまわり号と名付けられた移動図書館社が、計2 1の訪問ステーションを2週間1回の頻度で、 巡回できるような日程で運行されている。図書館サービスのうち、蔵書資料の貸し出しや予約などには利用カードが必要となる。利用カードは三条市在住者、通勤、通学者、つばめ市、田上町、や彦村在住者に限り作成できる。利用カードを作成するときには、以下の住居を証明できる資料のうち1点を持参する必要がある。園市、田上町、 や彦村の在住者であれば、三条市民と同様に、図書館のサービスを利用できる。ありがとうございます。